はい、えー。皆さん、こんばん。えー、松戸市の石塚です。えー、今回はですねあの、ウェブ会議用のバーチャル背景の配信といったお話をしたいと思います。まクちゃん、何かと言いますと、実はですね、あの松戸市の方で、えー、ウェブ会議用のバーチャル背景といったものをですね、配信してるんですね。えー、これですねあの、まあ、コロナということで、極力あの人と人とがですね、まあ、会わないようにですね、今会議とか打ち合わせとか、 あの、ミーティングとか、まあそういったものがですね、オンライン上でですよね、パソコンだとか、あの、まあ携帯電話とかを通して、オンライン上でこんなことが多くなっていると思うんですけども、まあ、その際にですね、まああの、使用する壁紙裏の、後ろの背景ですよね。こちらの背景をですね、松戸市の観光スポットだとか、まあそういったところにですね、そういったものに、まあ、変えられるといった、えっ、ー、と、サービスなんですね。 こちら、背景の方もですね、松戸市の観光スポット例えば、都城邸とか、あとは東松戸の由井の花公園だとか、と、またですね、松戸市の街並みをですね、上からこう映したようなものとかですね、いろんな種類がありますし、いろんな種類がある中でですね、さらにあの、四季折々ですね、の風景が楽しめたりですね、するようなもので、様々なバリエーションがあります。 こちらの方は、松戸市の方のホームページからですね、あの、ダウンロードできるようになってますので、こちらダウンロード先の方をまたリンク先、下に付けておきますので、もしですね、こういった会議ですね、頻発される方はですね、まあ、ちょっとですね、違った雰囲気で会議をしたい、リラックスしたいとかしますと、まあ、いろんな案とかも出てくるかもしれませんし、ぜひですね、まあ、そういった風景で楽しんでいただければな、というふうに思います。 だからもう、この、このコロナということでですね、まあどうしても生活が制約されがちで、まあ人々ですね、ほんと精神的なものもですね、まあストレスが溜まったりとか、まあ大変だと思いますので、少しでもそういった風景などをですね、背景にして癒されるというか、リラックスですね、していただければな、といった風に思います。それではの、本日はですね、あのウェブ会議のですね、バーチャル配信、背景ですね、背景の配信サービスについてご紹介をさせていただきました。最後までご清聴いただきまして、ありがとうございました。 それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。